もしもーし、聞こえますかーもしもーし、聞こえますかーはい、ということで、遅くなりました。もう夜1時ですね、えー。1時12分ぐらいですね。こういう時計だったんですけど、1時13分。えー、こういう時計、あんまり大きくなかったですね。 うん、これぐらいですかね当然ですけどね、うん、<coughs> <coughs> 夜の9時半上行ったんですけどね、うんまあ、数字が良かったからね上行ったんですけど下きましたねうん まあ、ここら辺で推してたからね。まあなんとも言えませんが。まあ、25ピープスぐらい上行きましたけど、まあ、そこから下行っちゃいましたね、これね。ああ、60ピープスぐらい下行きましたね。ああ、ちゃんちゃんって感じですね、これね。まあ、ここでね。 まあロング入れてね、この辺からロング入れてね、ここで決済してね、今度 S 入れて、ここで決済すれば儲かったでしょうね。で、これどうなんのって感じなんですけど、まあ、結局このレンジなんですよね。まあ、レンジで、で、こうきて、この下来たんで、上行くのかなと思ったら下がっちゃったんですよ。 1で一時間に接するとよく分かるんですけどまあ <laughs> 一昨日の夜ぐらいからねまあここ少し空間開けて、まあ、登,り <laughs> 登り始めたんですが <laughs> 1 <laughs> 一回落っこちてでもう1回チャレンジして <laughs> さっきの雇用統計ですね。で、まあ、ここだと、足りないですね。<laughs> すいません。ここ、空いてますけど、まあ、これはいいでしょう。ぴったりですね。これちょっとオーバー。これは、まあ、いいでしょう。 これぴったりぴったりオーバーシュートケー、OK。ね足んないんでおワンチャン来ますよねワンチャン来ますでこれぴったりね下まで行っちゃってるんでここをまあいわゆるですねここ足んなかったよねって話 この窓け、ここ足んなかったので、ここダメですよねと。下ついてないですよねと。ここもね、ここも。なので来たってことですね、ここまでね。で、ここでロングですよね。怖くて入れられないですけどね。ロングですね。まあ、怖いですけどね。さすがにストーンとくっつうんでね。 うーんまあ実例があるからね。まあそれでも戻ってくるんで。まあただ雇用統計も終わったし、雇用統計の数字が良かったのに、怒ってるよねっていうのがあるから、<coughs> 金曜日だし、上行くのって、ここからね、ここ行くのって、まあただテーパリングがあるんでね、テーパリングがあると上ですから、 だから、下の方でロング入れ,入れとくっていうのが一番いいんですよね。で、この間だけでも、まあ95ピープス、100ピープス取れますから、100ピープスね、この、山1個だけでね、2個でいや200ピープスだから、だからここでロング入れるっていうのはね、本当幸せなことだと思いますよ。うーん。 まあ、僕、300万通ぐにしていましたけど、まあ、昔の僕だったら怖くてやれらんないですね。昔だったら、ショートですね。これ、4時間足で、ゴールデンクロス、デッドクロス出てるんですよね。これが121度平均線で、これが75ですよね。だから、これがこうなりますよね。 短期移動平均線が長期移動平均線を上から下にクロスしてんだよね。そうすると、こうまあ、下に下に行きますよってことなんですよ。まあ、ちょうど出てるからこわ、ほんと怖いよね。<laughs> 本当怖い。本当に怖いですね。1時間足は、まあ、ぐちゃぐちゃですね。うん。<laughs> うまあ、 冷やしはまあ何も出てないと。で4時間足だけ出て,る出てるんでね。ちょっと怖いですね、これね。まあ、ここもですね、まあ、突月足ですがで、これが120、200ですよね。短期移動平均線120が長期移動平均線を下から上に抜いてるよね、これね。これゴールデンクロス。 だから上かなーと思ったらやっぱりずっと上行っちゃったんだよこれね。うーん。ぶん前から出てたからねこれね、うん。うーん。まあただテーパリングとかそういうのもあるから。ちょっと下行ってますけどね。下行ってますけどね。 あごめんすいませ下行ってますけどね、これね。<laughs> なんだよ、おいおいって。おいおい、なんだよって感じですね。もう一歩に行っちゃうかな、じゃあ。ここね、ここに来,た来てるからね <coughs>。まあ、あんまりね、広,広くこ、こう、ズボって下抜けたら、まあ、一旦全決済しちゃいますけど、ズ、は、ボ、い、って抜けたらね。 はいじゃあ次にですねあれ見てみようか仮想通貨ね最近見てなかったからね俺 <laughs> <laughs> 今日はですねあのお昼ご飯外食したんですよねうちの母ちゃんと2人でね <laughs> <laughs> あちょっと下がったって感じですかね、これね。冷やしですよね。あ,あ今日は全体的に下がったんですね。ああ、でも306、3 30 30 5兆9000億円入ってますね。あ,あ、ビットコインだけ下がったんだ。うん。 693万。まあ、しても高いけどね。まあ、1位760万あったけどね。サリアムインは51万だね、これね。すごい。<coughs> まあ、それはすごいね。カルダロ224円で、ね、もうこれもう上いかないかもしれないから、決済した方がいいよ、これね。プルリンも131円でも決済した方がいいと思います。もう今年上がらないよ ポル, <laughs> ポルキャロットも決済してもいいと思います、ね。6000あったのがもう下がってきたね、これね。まあ、同時コインも下がるね、これね。29円になっちゃったね。うん。テラが上がってきた。 ユニスアップも決済ですね。チェーンリンクは少し上がってきたね。V チンはダメですね。CLO はいい感じ。ICP もいいですね。シーターはいいかもね、最近ね。ファイルコインはダメですね。 うーんこれ来てるねヘリウムねヘリウムきてますねあチ,リチリでもいいね ああ、ビットトレンドダメですね。あっはっ放浪いいね。まあ、放浪だもんな。放浪の旅だもんな。サンドボックス。ルーピングがいいですね。ルーピング。カデナ。 勝手な産業ってあったけどねなあそれ関係がねグーコインオーディオズオーディオ <laughs> <laughs> うん、うん、分かんないね仮想通貨は難しいねやっぱりねうん あーイカゲームに便乗した活動過ねうんねひどいねよくわかんないんだけどねまああの <coughs> 韓国のさイカイカ映画っていうの <laughs> あのネットフリックスのまあ、うん まあ最初見る気起きなくてね何度も途中で止めて5回ぐらい <laughs> 止めてやっぱつまんないなぁと思ってたんだけど第1話も第1話ようやく見終わってそしたら第2話第3話ってね全部一気にいっちゃいました <coughs> まあシンプルだしねちょっと まあ、すごかったね。<laughs> まあ、自分だったらどうするかなって考えましたよね。うーん。まあ、皆さんもね、ぜひ、あのネットフリックス契約してね。まあ、<laughs> いいかげん。まあ、安いですからね。一つ千円ぐらいですからね。 イカゲームってちあちょっとこう下下いきそうですねもうね <coughs> ダメなのかこれ、まあんま分かんないですからねうーんああ下さ 下がる気なのか <coughs> あ僕はもうちょっともうちょっといくと思ってますね。ここがトランプ大統領の最後ですから。 円ですねここまで来た <coughs> ただまあ確かに今年いっぱい上げすぎたんでねずーっと <coughs> 上がってばっかりだったので調整がないので、まあ、年末は <coughs> <coughs> 株も為替もねまあ一旦売らないと利益確定にならないから、まあ、ここまで落ちると。 それも、あ、<laughs> あありかなって思ってます。で、ここまで落ちて、えー、そこから来年、ここまで行くと。ね。この分ね。この分、こ,こまで行って。で、これはまあ、利益確定分だと。だから、まあ、この人たちは、半分ぐらいしか今年利益確定しないよと。まあ、ガチョウするよということですね。 それありだよねうんまあちょうどねこの辺がこの辺が真ん中でね12 <laughs> 月 <laughs> 31日 <laughs> まあ上から まあここから利益確定してしているんだろうからまあ530ピップ作られるねさああるかもしれないね今からねうん あるかもしれないですよね確かにねうん <laughs> 今日はねお昼ごはん母ちゃんと一緒にねあの外食してきましたダメでしたね結果的にはあのまあ、ちょっとねあの月末だったんであっ月賞か月賞 <laughs> 銀行一か所ね銀行一か所行かなくちゃいけなくて、えー、そこ行ってね母ちゃんと一緒に、ね、二か所行ったんですよね二か所行ってで、まあ、その後お昼ご飯食べようってなってね、えー、松戸の美味しいとんかつ屋さん行ったんだけどやっぱりあれだねやっぱり 母ちゃんみたいに、あ、少し悪くて、足も悪くてね、ちょっと、ぼけちゃってると、アウェイなんだよね、外ってね。あの飲食でも、<laughs> 買い出しでもね、もう映画でも、観光でも、アウェイなんですよね、トイレでもね。なので、勝手が違うからね、トイレでもね。<laughs> <laughs> なんか飲食するテーブルもアウェイだからさやっぱ勝手が違うからねやっぱりかわいそうでしたねうんいろいろ分かんないことが多くてねなのでね量もたくさん出てきちゃうしねとんかつとか <laughs> まあ家でとんか家でとんかつとかは 少ないですけどね。油料理はあんまりしないですから胃にも胃が持たれるからねただ、まあ、全体的にやっぱり外を行くとさもう勝手が分かんないからアウェイなんですよね母ちゃんにとってみればだから,だからもう早く帰ろうやみたいな感じでねやっぱり <laughs> <laughs> まあ寿司とかね、うなぎとか食べに行くんじゃなくてね、もうあの弁当で持ち帰ってくると。とか、スーパーでね、弁当で買ってきて、火で食べると。まあ、その方が、やっぱり母ちゃんは嬉しいんでね。<笑><笑>で、勝手の利いたテーブルでね、で、勝手の利いた、まあ、トイレがあって、まあ、勝手の利いたテレビがあってね。 あのいつも乱雑としたテーブルの上にいろんなものがね母ちゃんのルールで置いてあるからやっぱそ,それじゃないゃダメなんですよねでと <coughs> やっぱりトイレがあると安心だしね、うん、それやっぱ今日も十二分に上がりましたね体が痛くなるほどね悪いことしちゃったなと思って <coughs> <coughs> 僕なりにね まあ良かれと思って、うまいもん食いに行こうか、つってね、誘ったんですけどね、やっぱりほとんど食べなかったですね。うん、もう帰ろうや、ってなっちゃってさ、悪かったな、悪かったな、と思って帰りにね、まあ食品スーパー、マミマとお松戸のね、寄って、バナナとかね、ジュースとか、お母さんの好きなお刺身とかね、 まあ、夜刺身でも食い,いやーっつってね、ご飯炊いて食べてもらいましたけどね。美 <laughs> 味しそうに食べてましたね。家だと勝手が効くんでね。あの、普通の健常者のように食べるんですよね。家だと別に普通の人なんだけど、<laughs> 一旦外出ちゃうと、やっぱ勝手が分かんないから、あちこちが、あちこちがガタガタになっちゃうんですよね。まあ、そういうのを見てさ、 やっぱり、ああ、家の中って、もうちょっとね、<laughs> いろいろ本人がね、勝手が効くようにカスタマイズしてあげないといけないんだなって思いましたね。もっと自分でね、できることあるんじゃないかなと思って、まあ、アレクサ、アレクサね、導入してね、まあ、僕は随分楽になりましたけど、掛け声一つで電気つけたりね、テレビつけたり消したりね。 何でもできるんでね。まあ、母ちゃんは掛け,け声がもう嫌いなんですよね。まあ、忘れちゃうからね。アレクサっていうことも2秒後には忘れちゃうからね。<laughs> まあだからいろいろね、あの、あるからね、別に <laughs> スイッチ一つ押せばね、テレビ、電気、ストーブ全部ね、いっぺんに消えたりついけたり。 <laughs> することができるやつもあるから、まあ、いろいろ試行錯誤しながらですねまあもっと快適なね自宅っていうのを考えていきたいと思いますんでまた、まあ、家の中にねこもるっていうのも一つ大切なことかなと思いましたねうんそう行くと,いとまあ嫌なこと多いからねやっぱりいろんな人とぶつかったりするからさ まあ本人にとっては一つ一つのことが嫌なことだからねっ急げ目歩いてんだからさ文句言わないでほしいなってなるからねはいということでねまあこれねどうなるかわかんないですけど、まあ、下行くようであれば切っちゃいますし <laughs> まあテーパリングもあるんでねもん、まあ、ギリギリの線なんでギリギリ、まあ、ここはちょっと んですよねもうちょっと下なんだよ、これね。ここら辺なんですかね。ここが上だったんでね。ああ、でもう一個必要なのか、これ。うん。ね。こう。<coughs> うん。ちょうど、ちょうどいいんじゃないですかね。ここね、ぴったりですね。 ワン足りないですけどね。ちょっと上がってくれればいいなと思いますね。うん。はい。<laughs> そんなこんなでね。また明日ね、あのー、動画作りたいと思います。それでは、千葉県松戸市より、トム・クルーズがお世話いたしました。どうもありがとうございます。失礼いたします。